こんにちは、霊夢だよ。マリサだぜ。今回はおすすめの九州グルメ、第21弾の紹介だよ。今回はどこを紹介してくれるんだ？今回紹介するのは、福岡県福岡市にある、元祖博多明太重だよ。早速行ってみよう。こちらがお店だよ。このお店は平日でも行列ができるほどの人気店なんだよね。確かにいつも行列ができてて気になってたのぜ。今回はメニューの中で元祖明太重と半水セットを注文したよ。トッピング2種類とサイドメニューも注文したのぜ。まずこちらが元祖明太重。オープン。おお、これが明太重か。明太子が一本丸々贅沢に乗せられているんだな。この元祖明太重はじっくり漬け込んだ昆布巻き明太子を海苔を敷いたご飯の上に乗せて、その上からこちらの特製かけだれをかけて食べるんだ。特製かけだれは辛さも選べるのでお好みの辛さで食べてみてね。濃厚な明太子と昆布の旨味が詰まったタレがほかほかご飯とよく合ってて、明太子大好きなマリサにはたまらないのぜ。そしてこちらが半水セットとトッピングだな。こちらは元祖明太重に明太水がついたセットだね。明太水には蒸した自家製豆腐が入っており、風味付けされた焼き明太との相性が抜群なんだよね。鶏ガラの優しい旨味ともよく合ってて、とても美味しかったのぜ。程よい歯ごたえのたたきとろろと優しい味わいをプラスできる温泉卵もトッピングすると明太重に変化が加わって美味しかったのぜ。霊夢がサイドメニューで頼んだこちらの煮込み焼き豚はタレで甘辛く味付けされており、ほろりととろける食感が最高だったよ。初めての明太重だったけど、明太子を存分に味わえてとても美味しかったのぜ。テイクアウトでも注文できるみたいなので、気になった方はぜひとも行ってみてね。というわけで今回は福岡県福岡市にある元祖博多明太重を紹介したよ。このチャンネルでは九州の絶品グルメを紹介していくので、チャンネル登録と高評価をお願いします。動画の拡散もしてもらえると嬉しいのぜ。それじゃあ今回はここまで。よかったら次回もゆっくり見ていってね。